大田記念美術館は、東京都渋谷区にある浮世絵専門の施設美術館である。東方生命保健総合会社会長などの住職を歴任し、実業界の大田デモであった5代目、大田製造のコレクションを基礎に、1980年1月に開館した。内訳は、肉筆浮世絵約500点、浮世絵版画約1万点、浮世絵関係の版本及び骨董品。 約200点、旧高の池コレクションの洗面画約900点、さらに浮世絵研究家の長瀬武雄から寄贈された肉筆画と版画約650点で、総計1万2000点を超える大規模なコレクションは、その後も毎年新収蔵品を加えている。開館前の1977年11月から、銀座の東方生命ビル内に仮設された会場でも展示を行っていた。そして、 月ごとにテーマを変えた特別展を1年に12回繰り返してきている。かつて、大田製造がボストン美術館で味わった和風の落ち着いた展示環境が独自に工夫されて、当美術館でも採用されている。かつては入り口で履物を脱ぎ、用意されているスリッパに履き替えなければならなかったが、2014年12月の改修工事で靴のまま入場できるようになった。 中央に石底があり、左手の奥には一段高い畳敷きの座敷も用意されている。座敷に上がった観客は床の間で干渉するように膝を落とし、そこに飾られた肉筆画を見上げることになる。駐車場はない。ありがとうございます。